今回だからまあ住んでたとこもう長く住んでたとこどこやったらいけんねんと。あ、天王寺動物園マンドリルの前やねついに来たここはいずこ男のあてジオゲッサーおせちの準備整った方おめでとうございます。おめでとうございます。今もう予約とかでねいろんなとこおせち出してますからね。作る人いるんですかね。じいちゃんばあちゃんまだいてほしいけどな。おせち作る人、まあ、いるか。それいるんでしょうけど、うん、めっちゃ面倒いって言うからねあれ。何種類やんねん。ちょっとちょっとずつね。もうめちゃくちゃうまいわけでもないやつ何種類作る。うまいよ。え、うまいって。おせち俺めっちゃうまいと思うねんけどな。カレーとかより。いや、そカレーには負けるけど、うん、そういううまさじゃないよ。なんか普通に美味しいとは思うけどな。あ、そう。なんか 目で見て楽しんで終わりやけどな、あれ。あ、おせちやーって言ってそういう人多いから、おせちがなくなっていってるんだな。おせちとか洋風おせちとかイタリアンおせちとか、もうおせちちゃうやん。いやいや、あれだって江戸時代とか明治時代の大好物並べてんねんて。それ時代変わってるって。俺まだいけますよ。江戸時代ガチの人変えていかないとね、おせちも。そうかな。今回だからまあ住んでたとこもう長く住んでたとこどこやったらいけんねんと。僕に関してはまあ西成区、大阪西成区、住之江区、住吉区、浪速区、この辺浪速区ね、かなり強いと思います。浪速区も後でやってみたいね。僕も被ってるんで浪速区は。じゃあこの辺ちょっと攻めていきましょう。まゼロね。ゼロメートル1とかも出ても俺何にも喜ばない。もう1は出してるからゼロメートルね。ね、スーンって冷めちゃう。行きましょう、はい、まずは西成区。西成行きましょうか。ここにはいつからいつまで、うん、おばあちゃん家もある。で、はい、僕の実家西成区から道一本隔てたとこにある、はい、でばあちゃん家がある。もうよく行ってたばあちゃん家。何回言うねん。で天ヶ茶屋に住んでたこともあります。そうね、はい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 、はい、かなり通ってる。しかも自転車乗るときに通ってます。あとおばあちゃん家があるんでしたっけ。あとだからおばあちゃん家があるんですね。で自転車になるときに親戚の家もありますし、あ、であとおばあちゃん家もありますし、初詣行ってた神社とかも西成区、あとおばあちゃん家も。ゃん 何人かおるので何人もおるんで、はい、行きましょう。ここはかなりだからその辺が出ればよし。お願いします。ゼロよゼロ。でも手塚山とかもやんな、西成って。あの辺は住吉区です。あれ住吉ない、はい、あの辺も俺は分かります。でも府県モータープール車上狙いとか早速出てくるね。大阪市、塩草や。え、塩草や。お、塩草の方だいぶ北の方やね。俺が知ってる西成とは違うね。あ、塩草ちょっとあれやね、あの花園とかの辺やね多分。でもまあもうちょい、もうちょい、このグランドが何なのかとか。もう絶対通ったことあるけどな、ここ綺麗やな、こんなとこな。あ、大阪市、あっこに繋がるとこじゃない。公園やね、あのマックスバリューの裏に繋がる道じゃない。ああ、そう、塩草ってその辺やんな。だから大阪行ってください。マックスバリューの裏に繋がる。マックスバリューやこれ。マックスバリュー、マックスバリューやえ、ここ西成区な。公園やね、これね、うん、そう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 、はいはいはい。ちょっともうネタ合わせしてたとこです、ここしてました。一番最初に上行って、上行って、上行って、左、ちょい左、さ、ちょっと下。なんで全部英語で出てんねん。お前や、違うわ、お前や、上、ちょっと上、この通り、違う違う違う、下や、ごめんなさい、ごめんなさい。芦原町、右右右右右、行き過ぎ行き過ぎ、寄って寄って寄って、上上上上、上上上上上。あ、それが公園やね、何は公園やね。で左、あ、こっから見てんのか。これマックスバリューか、上が。うわー、そうかもしれない。もう時間ない。でもそのゾイですね、そのもうちょい下、スタート位置、はい、そのスタート位置変かな。あかんあかん、今のその辺にしましょう。どこや、もうちょい下やよね多分ね。 なんでそこ英語なんやろなあ、ほんまや。あ、こう出てきた、失敗した、いけない。なんでこんな時間かかったこれ塩草なんよね。はい、動物園じゃんこれ。あ、天王寺動物園。違う、そうやんな。あ、そうやと思う多分。まだ分からん、またこれ施設、天王寺動物園の中やねこれ。
これマンドリルの前やね。マンドリルの前やね。天王寺動物園。地図出てないって。マンドリルの前は。天王寺動物園マンドリル。そこ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 。よって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 。どんどんよって。うわあ、え、なんかそのマンドリルの区画とかない？その。あ、でも出そうやね。猿というかペンギンじゃない。カバ、レッサーパンダ、オオカミ、トラ、ライオン。いや、もっと猿というかこの。猿っぽいね。見たいわ。猿やね。猿やね。夜行性。アジアの雨林みたいなやつ。トイレもない。いや、その辺じゃないですね。もっと下にも広がってるんで。その辺ちゃう。なんかポツポツとある。あ、これ建物。これなんやろな。トイレ。違う。なんか建物。ペンギンか。これ何？この柵、その柵、その前のこの柵の中の動物。柵の中の動物見れますか？右。柵見て、柵見てください。あー、分からんな。でも、うわー、分からん。さしましょう。ちょっと下の方かな、もうちょっと。トイレあるもんね。あれでええんちゃう？トイレ前で。かけてみますか。その辺しますか、うん、なんで英語なんやろ。こっちが施設省こうかっていうな。違う、あかん。アマーラ。いや、アマーラかじゃないですね。マーラビー。マーラって何やろ。あ、この上がマンドリルの多分ここがそこ。出てないのよね。あ、マーラじゃないですよ。さっきの建物がマーラ。マーラが何やろ。マーラってマーラやったな。あるやつみたいに有名。ちょ宇宙はもう全これ英語解除できないんですか。ここ一旦この回はちょっとね無理やと思う。無理ない、うん、あ、じゃあしゃあない。まあでも日本語も漢字も出てるから、うん、はい。おっと、あ、ナンバや。金龍や。ナンバ、ナンバヒル。西成区じゃないよこれ。お前の、え、あれあれ、いやいや、千日前やん、これ。さっきの塩草も西成ちゃうかもな。千日前、千日前。ナンバー行きましょう。ちょっとずれてるね、これ、範囲。もう551あって、トラや。このトラやで布も買ったことある。布買ったよ。あ、寄って寄って寄って。ナンバー。の。右。ちょっと上。左。もうトラやのとこ。金龍松屋。商店街入り口。なんでんごやねん。恵比寿橋な、あれ恵比寿橋通りね。え、ちょっと待って。いや、全然この辺じゃなさそう。南海そば。右行ってください。行き過ぎ。左。え、グランド花月がここやから。どこグランド花月。上左じゃない。じゃあ下か。いやいや、上。あ、トラやった、トラやった。え、このトラや、潰れたトラやね。じゃあ上。この通りが、南海通りね。いや、違います。右。あれ、ちょっと分からなってくる。ナンバグランド花月が下やんな。ここやんな、これやんな、うん、で、そっからずっと上に行って、で、その、あ、もう一個下、この交差点か。違うわ。あ、左や、左の通りや。岩骨寺があって、そのまっすぐ行って、あー、これやった、たどり着かなかった。6、いや、もうちょい上ですね、これ多分。ほら、上左や。うわ、なんかわからんな、これ。商店街にされた。いや、英語がもうややこしくなってる。すごい、日本語出てるかな。いや、日本語までなんか読みにくい、すごい。え、なんで英語なんや。英語2行あって、下が日本語よ。そう、それがなんかめっちゃ見にくいな。あ、建物ね、今度やめようね。西成じゃないね。西成区じゃないな。もうナンバーで、まあでもナンバーもね、これだから近鉄ナンバーって書いてた今。御堂筋やね。
こんなん場所とか言われてもな、何駅なんやろ。え、ナンバー駅ちゃうの。あ、ナンバー、うん、御堂筋線。あ、ほんまやな。近鉄でしょ、阪神。え、阪神。いや、阪神通りましたよ、阪神電車。いや、天王寺駅って書いてるよ。え、天王寺駅やんじゃん。うん、南部じゃないってこと。南部じゃないな、そうか。谷町線も通ってる。谷町線通ってるから天王寺駅の、もうでも分からん、これは。下下下下下下下、右かな、ちょっと。それか天王寺の地下鉄の、俺これは分からん。地下鉄の2番出口、何番出口。うわー、むずいな。御堂筋、まあ、谷町線の乗り口やね、これ。ガッと寄って谷町線の多分乗り、どっか入れる。どれやろ、どの路線なんやろ。いや、俺これ建物やられたら、これ谷町線で困りますよ。谷町線の路線ってどれか分かりますの入り口。いや、もうかけましょうか。何番ってなってるところの上にドンって。はい、行きましょう。そこで行きますか。この回はちょっとね、練習ということで。あ、近い。うわ、近い。でも無理やろ、これは。デカ交差点。西成じゃないね、これ。港町さっきのらへんやん。港町や。南で、で、出上、上、上、上。右、左、ごめんなさい、左ナンバーでしょ。で、これの川沿いに寄ってください。寄って下綺麗なこの辺は。ちょっと止まってくださいね。地図、写真もう一回見てもらっていいですか。港町南、綺麗。そうか。一回まっすぐどっかに進む。建物もあるな。なんとかガーデン。港町南。こんな景色あんまり見たことないな。知らんかも。お、看板出ました。全然見えないじゃないね、はい、その看板見て。日本橋三丁目、元町二丁目。例えばこれドン付きなってるな。これ何や、これ。あ、これが難波の公園か。何は公園か。あ、信号見てもらっていいですか。はいはいはい、それは何は公園で、そのドン付きなんで、そのドン付きの上行ってください。そこから上行って、はい、今そう来たんで、だいぶ来ましたよね、はい、交差点でした、でかい交差点、なんとかガーデンっていう。ちょっとスタートな、はい、あ、10秒、押しましょう、どっか。ファミマ。あ、ここのファミマ。あ、そのファミマの、そこにしよう、その辺にしよう、もうわからん。惜しい。ちょっとね、阿弥陀池、阿弥陀橋通り。ちょっと一回切り替えよう。全然西成来ないね。西成ないんかな、やっぱ映されへん場所とかが結構あって。西成、ほんまやな、西成が全然なかった。もう一回西成行ってみる。じゃあ、で、これの施設、西成だっていいんじゃないですか。これ施設含まない、無理か。何枠でいいんじゃないですか。英語は変えれないですか、もう。直しました。あ、直りました。あ、施設外は無理ですね。いけんじゃない、それさっきやってたやつ。いや、あればいいんやけど。あー、なかったりするってことか、それが。うん、絶対知ってるよな、この講座で。松田学園坂。あ、夕日が丘。あ、学園坂や。え、あっちも何枠になるの、夕日が丘の方。確かにな、夕日が丘です。上本町とか天王寺区やと思ったね。天王寺区統治す。やばいやばいやばい、焦らせる、これ焦らせる。めっちゃ遠い。天王寺区、天王寺、夕日が丘。上、まあ言ったら難波の横やね。四天王寺らへん、ちょっと下。いや、はい、そんなとこまで行かない、学園坂やから。ちょっと下じゃない。
や上や、あ上か、うん、それが上浜、そのもうちょい下やね、それ学園坂かな、学園坂の交差点寄りましょう、ちょっとグイッと、あもう一個南か、もうちょい南か、交差点ですね、でかい、うん、でもこの筋、この筋6万台、あもうちょい南、あれ行き過ぎてる、あここは赤が谷町筋と、ちょっと引いてもらっていいですか、横に、ちょっと待って、あれ阪神高速やんね、どこやこれ、夕日が丘の松田、あーほうほう、え、4サロス、ああ10秒しかない、もう行きましょう、どっか落としましょう、10秒10秒、もうそこ落としましょう、変なとこ落とした、168466、まあ変なとこでもないか、ちょっと地図がなんか変や、なんか変になりましたね、あれなくなった、次行こう、次バグった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 本物の失踪、反対側向いてください、あこれはこれも抹茶町か谷町筋じゃな、これな違う、いやわかりませんね、元町二丁目、あちゃうわ、元町二丁目二六か、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、元町の交差点ってよく言ってたな、周り見渡してください、えこれどこやこれ、ちょっと薄いな、デカ交差点、これ26やねこれね、多分ね26号線沿い、見てください看板を、青看板を、あ26号線や、いや25号線や、なんでこれめんどくさいなこれ、はい、左左左左25号線、あれどこあったの、25号線、あ 26から25から6になるの、へえ、これだからもう元町のとこや、元町のとこや、上上上、大黒町からちょっと難波来た、そう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 、その辺そこ今ペケしてどう、もうちょい上、行き過ぎ行き過ぎ、下、これ沿いが元町ありますよ、下下下下下、その交差点元町2じゃない、今とそれこれかな、はい、でかめので、もうちょっともうちょっと下です、それの、あちょ調子悪いな、その辺行きます、なんか反応しないですよね、あらなんかちょっと一回あれ一回一応リセットしますか、なんか気持ち悪い、さっきから何枠になってから急に、あ、新世界や、一回リセットした方がいい、通天閣見えてる、このこれがあれかもしれないですね、これがあかんな、何枠が何枠ダメなんや、大阪市でもいいけどな、もう一旦行きますか、うん、大阪市、市一旦広げて、はい、行きます、だいたい住所で行けるやろあー民家、すげえ、あーでも天下茶屋っぽいけどな、電車あるね、晴天か、どこやったっけ、天下茶屋、天下茶屋です、天下茶屋の沈殿沿いやって、これまたこの地図、もう天下茶屋の沈殿沿いやね、晴天下っていうとこありますよ、商店、商店下かな、はい、北天下茶屋、そう、それがチンチン電車な、下の方にも駅、あったあったあった、その辺の多分線路沿い、そうそうそう、その商店坂って下に駅あるでしょ、はいはいはい、その多分どっかの踏切があるんで、
はい、そんな大きな踏切だな。もうちょい前進んで商店坂探しようかな。商店か2丁目晴天かってのかな。西成商店、やっと西成区来た。商店か2丁目、商店坂通り2丁目左、あ、その辺かな、天神の森らへんかもしれん。もう分からんな。の踏切、踏切やから線路沿いね。線路沿い、線路沿い離れたらダメです。行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、上上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 、2丁目、え、2丁目上でしょ、2丁目、そこ2じゃない、その 2ってなってるとこ、うんうん、上上上2ってなってるとこ、でそのそこ踏切じゃない、その多分通れるとこ、そこ、うんうんうん、その辺ちょっと落としてみましょう。踏切からちょっとこの三笠ハイツの下、三笠ハイツの下、三笠その角ぐらい、はい、その辺またや、あ、ダメか、なんでだろう、ちょっと気持ち悪いな、何やこれ、誰か何取られてんの、これ近寄ったら近寄ったら正解なってとかじゃなくて、いや、さっきもこれ近寄っても正解なって、いやねー、ちょっと仕切り直しで、はい、何枠、何枠はいけるでしょう、ね、僕も ね劇場もあったし、あるし、今も行ってるし、何枠ちゃんと出してよ、これより頼みますよ。橋、何枠に橋、こんな橋あったか、あっちか、九条の方かな、あ、大正、大正の方、あ、大正区か、でもあれはなんや、ここ、こんな橋あった、もう道路沿いの青い看板見ましょう、はい、前前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 前、あ、交差点もあるね、交差点も見て、大正駅って書いてるような気がする、大波橋、ああ、え、知らんなぁ、ラスト人どうかな、あの青看板見てください、急いで急いで、はい、大正通り、あ、大阪港、大阪港、鶴浜、いや俺こっちの方あんま知らんな、こっちは俺も分かんない、海沿いやね、海沿いの、はい、海、桜川とかの方行ってください、あ、地図の上の方、地図のそこら辺から左左左左左で、あ、これ違いますね、これじゃないと思うんですよ、こっちの橋、大波橋って書いてたね、 あった、大波通り、下下下下、あー、左、右、右、右、ごめんなさい、右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 、三、こ、上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 、この橋やのスタート位置、戻りましょう、の途中、真ん中より、どっち寄りなんや、これ、これどっち向いてるかもわからんな、三軒家、どっちに先行ったんだっけな、あ、こっち行ったんや、こっち行きました、うわ、違うですか、こっち側かな、その辺ですかね、の、うんうんうん、一番車線的には上の方なんで、その辺、おーし、え、車線上の方やけどな、上行きすぎた、いやいやいや、立ってるとこ引きで見たら嫌や、めちゃめちゃ真ん中に立ってるやん。あー、もう10はもう10は外れよ、公園やね、ねえ、関西の何枠の公園、関西の砂白いでしょう、白白砂、うん、東京黒いんですよ、さあ、何やろ、何すかね、おー、何は日本橋、日本橋、日本橋、日本橋郵便局、何は日本橋ってどこや、日本橋でしょ、アニメイトって書いてるとこ、はい、アニメイトって書いてるとこ、はい、右らへんの郵便局、郵便局、郵便局、公園あるね、公園と郵便局、違うね、もうちょい引き、もうちょい引き、あ、それ、引きすぎ、引きすぎ、それ、うん、左行って左、左にも公園あったね、緑色探してください、もうナンバー入ってるね、多分それも公園じゃない、グランドっぽいな、これは、あかんかんかん、これ検索無理なんやな。郵便局でこれ行き過ぎ、行き過ぎ、れるこれも日本橋じゃなくなる、一本橋じゃなく、
あかん、もうちょい見たらよかったな。でももう無理や、多分もう、日本橋の郵便局と公園、ちっちゃめの公園、地図行きましょう。もう探すしかない。あの右の公園がさっき見たやつか。もうちょい下らへんとかは、上らへんとか、これか、その これ でかいな、その公園。いや、これその公園の右のそのPってなってるとこ、さっきPあったんで。あったあった。その T 字路、その上、ちょっと上、ちょっと上で、公園にちょっと入ってる。そう、そのああもっと公園に入ってない。あ、その辺惜しい。結構入ってるやん。結構入ってんのか、公園。いや、今スタート位置じゃなかった。あ、そうか、そう移動してもうた。くそ、ちょっと見つけんの頑張ろう。レストイレ、関空、何これ、なんやろうな。役所やね、とかやね。なんか見たことあるぞ、俺、この、ここ警察署やね、この人物名鑑。この何は警察じゃん。出れますか、これ。外は出られへんねんな。あ、出れんの、出られへんよな。なんやねん、ここ。We love 何は、何は何はやね。区役所やな。え、西区役所、何は区役所、何は区役所です。ほんま、うん、何はって書いてある。 We love 何は、何は警察、何は何庁房、何は区役所って書いてある。何は区役所どこだったっけ、分からん。え、区役所どこだったっけ。区役所、え、区役所どこやった。俺ら行ったことないよ。か、何は区役所探すしかないです。地図でもうこの辺は見ても、あ、現在地あるやん、現在地あるやん、あの赤いとこ多分あるよね。あー、南波の南、南波の南、南波の南、あ、今右にあったか、もうちょい下、右の下、右下、その辺にあるはず。この辺でもう文字で行くしかない。右下、その辺に区役所ない。恵比寿町とからへんやと思うねんけどな。あー、なんかそんな感じする。どうやったかな。ないな。警察あるな。警察の近くやねん、多分。消防署、警察署。うわあ、15秒。無理だ。うわ、どこやろ、どこやろ。区役所、区役所。ああ、区役所ない。置きましょう。もうダメだ。ああ、もっとナンバーか。分かりにく、区役所地図。何は区役所あった。行ったことないか、俺は。用事ないわな。あるんかな。何は区役所。さあ、デカ交差点、大阪王将。ああ。どれ、通天閣どれ。あ、右通天閣。あ、入り口や。通天閣の入り口の動物園前の交差点や、これ多分。恵比寿町駅の交差点や。よし、行こう。右あった。恵比寿町駅のデカ交差点、その交差点の4番出入り口の、はい、こう戻って、スタート。周り見て、4番出入り口からもう3メートルぐらいのところでピン落として、横断歩道のちょっとそれてる、そっちそっち、うん、その25の右下ぐらいじゃない。まあまだ1分ちょっと見れます。もっと見て、じっくり見ましょう。立ってる位置、車線で言うと足元見れます。ああ、そう、いいねいいねいいね。横断歩道かぶって、横断歩道のほんま横やね、横やね。4番出入り口もかなり近いの車線で言うと、一番この横断歩道が書いてくれたらな。右折、もうちょい左側見てもらっていいですか。放射線まっすぐ来てのちょい真ん中ぐらいな。足元見ます、もう一回。ここはいはい、ああ、もうほぼだから車線の歩道沿い、うん、沿いの一番左車線の線。いや、歩道沿いじゃないよ。
左上ぐらいかな、もうちょっとこの左上、手のマーク、今の手の25の下、あその辺、その辺もうちょい右やと思うけど、もうちょい右、この辺もうちょい下、うん、どうだろう、頼む、来てくれ、あー上、6メートルやん、うわ今のいけたな、でもこんなこっちか、いや無理にできてんじゃん、あこれも、あこれあれナンバーパークス、ナンバーパークスや、もうあーこれこれ、あもう分かった、はいハンバーガーや、はい地図開いて、はいはいはい、劇場行くとこや、えどこやこれ、リクローズ、あこれ満喫でバイトしてたもれ、下下ステーション、ナンバーパークスあった、上上上上上、ちょい上ちょい上ちょい上、そのそうその効果、その効果でしょ、そこそこそこその効果、その効果が今見えてる効果、マクド、マクドそうのだからマクドのこっち側におるから右の信号、今の右の足元見ましょう、これスタート地点、これちょっと入ってるね、マクドの横断歩道渡るとかやね、パークスに渡るとかやね、ど真ん中、足元見て、足元見ましょう、横断歩道よりちょっとちょい難波駅より、だから そこの横断歩道なんですよ、そのそうその信号の今ペケしてたとこ、うん、信号のちょっと上ぐらい、まあリアル横断歩道かぶってない、信号の上に落としましょう、あと1分、まあ1分あるからちょっと見よう、で真ん中、真ん真ん中にいると思う、これ多分もうちょい見よう、だからこのニューンって尖ってる、はいはいはい、尖ってる中央の先にはおるから、中央分離帯のそのそこ、もうそこ、ついにゼロ、この時が来た、うーもうちょいこっち、いや真ん中におるって、ちょっと足元見、あもう見られるのか真ん中に立ってるって、ちょっとずれてたんや、だからちょっとずらす、真ん中とあと40秒あったから、いやいや真ん中に立ってたよ、いやこうなってて中央分離帯だからこうなってたから、この延長上で見るとちょっとこっちなんや、ほんまか、ほんまなんかこれ、もう一個行こう、ラスト、どこやこれ、わ西成っぽいけどな、いや何を、大黒町かな、もうまっちゃくちゃ街中やな、何は恵比寿寿司みたいな、恵比寿寄せ、恵比寿まっすぐ行って、まっすぐ行って、ちょっと動きますか、はい、あ、うん、今の覗きちゃう、バイナーにあるこれ、これちゃうか、これこれちょっとラブホみたいなやつかな、なんか表札が多分どっかにむっちゃモザイク出るな、やっぱなんか見て見て、なんか見てよ、看板、おお、あ新世界や、でも分からんわ、こんな位置、位置関係、新世界通天閣、あで阪神高速、やっぱ通天閣は南側かな、南側かな、栄え通天閣高速道路ってなってたから、もういいよ、行きますか、地図、もう地図でいいよ、通天閣、通天閣ある、で、で阪神高速がこうあった、だから南側やね、多分ね、左手に阪神高速がある、もうまっすぐやな、あ、スタート位置見てください、これが分からんね、どこや、分からん、どう出たっけ、これ出るんじゃない、恵比寿寄せ、でへんかな、いやー、細けー、細けーとかアテナも無理なんよ、でもダメだ、これ捨てや、ないか、恵比寿、もうこの秒数、そっちのね、栄えてる方じゃないな、はい、ちょっといった、上なんかな、もっと上から見てるのかもしれない、あー、上や、え、あ、全然位置関係ちゃうかった、あー、上から見てて、意外と俺、通天閣行ったことないからな小さい頃に行っただけで登った、あかんわ、恵比寿寄せ出るか見てください、あおもっと来た来た来た、もうこれ先先先ラッキーラッキーラッキーほらえいこらほ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 
左左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 そこにしてそこにしたけど、延長線のちょっと右やって、ナンバー中の中の地のちょっと右下ぐらい、1センチ右、その辺、その辺やった。いやいや、もうちょい右やった、もうちょい右、その辺、もうちょい上ちゃう、それで、もうちょい上、その辺、5ミリ下、5ミリ下、5ミリ下、そこちょっと足元一回見てみよう、もう一回見よう、全然時間あるから、うん、そう、ここ曲がってるから延長線じゃなかったよ。上は見られへんな、信号とかも見られへんな、まあ、上も見れんねん、すごっ。まあさっきの答えを信じる方がいいか、そうそう、さっきのやっとその辺やね、ほんまちょい上ぐらいかもしれない、ちょい上、はい、はい、間違いないよ。いやいや、もうやったから、これさっきやりましたんで知ってますんだな、ちょっとしてない、上上上、そういうのでもう 1m 勝ってこと左左左左、いや、もうちょい左、そこ上、もうちょい上、こう、そこそこ、ついに来た、はい、来た、ゼロ、勝ちました、ゼロ、うわー、まだ右、これ逃したのでかい、これ逃したのでかい、まだ右やんけ、これ逃したのでかい、神様のプレゼントやのに、神の1メートル右やったちょ、もう正解やろ1メートルこの1メートルほんま超えられへんね、こんな離れてるか、仲いい、もう入ってけへんもん俺これあ、これはあれやね、日本橋ですね、あ、俺着物買ったとこじゃない、中井電機五階百貨店、五階百貨店、最初に着物買った、ほんまや、黒いね、うん、黒紋付き袴買ったとこや、ねだから日本橋のね、ちょっとでんでんタウンからもうちょっと南側やね、あれ南側ね、うん、で、もうあれ南ってどうなのこれ、これ、もうこの辺苦手やわ、あ、もっと行きたいね、もうちょい行きたいね、日本橋丸栄みたいなら辺ちゃうか、あ、でも近いかも、その辺かな、そのカードショップとか五階百貨店とか多分新作が出ると思うねんな、なにわ筋沿いで、もうちょい北なんかな、これもうあの通りやな、この西島通り、そう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 、西浦通り、この辺は、あ、着物屋あるある、あ、五階百貨店ないかな、カードショップいい、もうここで買ってるんですよ、で多分通りはこの右か左の一本、あ、入ったとこやね、この広いとこやんな、そう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 、王将がこっちにあって、引いてもらって、富江っていう喫茶店があんねん、ここ。この横の西浦通りか、この左の広い通りか、どっちかや。夕日なんとか通り。左、左。なんかグル王将とかないかな。あれ、ちょっと待って待って待って。はい、15秒。五階百貨店も見つけれてないな。あー、もう落としましょうか、もったいない、ちょっと落としましょう、あー近い、あー出てないな、五階百貨店出てないんか、あー出てないね、まあでもその雲井筋通り、雲井橋筋、惜しい、いけんことないけどな、これも2分ってほんまにね、これはいけるやろ、大黒南交差点26号線、26沿い、大黒南、そこのもう一個、うん、あ、そこか、今のとこ、あ、これか、違うな、上上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 上、そこ、その交差点、違う、え、あ、もう一個南、大黒や、下の南か、これか、あれ、いやいや、その下じゃん、もう一個下、これか、あ、で、見るよ見るよ、どっち向いてたこれ、青い看板見てもらっていいですか、どっち向いてるこれ、今、あ、これ北向いてんねん、はいはいはい、わかりました、北向き、左車線のパンクラスとかあるから、
左車線の、はい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 、で足元見て、足元行きますか、前とか見て、この道が走ってきた、そっちのも左車線、あ、でも結構真ん中か、真ん中か、でもこれ騙されるからな、真ん中じゃない時あるから、もう一回見て、左左車線の真ん中の、あ、ずれてんのか、こっちで見るとちょっと、はいはいはい、あ、これど真ん中よね、足も、ど真ん中なんちゃうか、もう逆に国道見て、あ、そう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 、じゃあこれも左車線よね、左車線のの最左の、あ、もっと上よ、もっと上よ、そうそうそう、その下下下下、もうちょっと下、かなりだって真ん中のあれ見えてるから、うん、ど真ん中ではないってことね、上上の、もうちょい上、その矢印ぐらいじゃない、あの N、 N、 あ、いやいやいや、片側4車線ぐらいあって、それの2車線目5車線あんのか今、ここ 1,2,3,4,5、 うん、左左左左左左左、あー、行き過ぎ行き過ぎ、あ、もう押さな、まずまず、あ、真ん中や、わー、そうか、これで1か、あー、そういうことか、6m、 しゃあ、新世界、新世界の商店街のどっかの入り口やね、上、あー、あ、すんでかくなっちゃった、すんでかく、どっちの方向の郵便ポストとか出るんじゃない、これ出へんかな、写真見て、写真、だるま、だるま出ます絶対、魚屋寿司、で、何通り商店街、いけそういけそう、もうだるまが出るんで、通天閣本通り、はいはいはい、だるま、近くにだるまがあった、だるまで本通りが、そこが本通りですね、ということはだるまがあって本通りがそれやから、ここやんな、その辺、まあ、その辺のどっか当てるよ、これがもう施設やから、あの突き出てるとこが、もうちょい反対側見れます、足元の具合どれぐらいか、もうほぼ足元からちょっと、でも道路上、道路に立ってる、道路上で、だるまの通りよりは次のブロックよりは、ね、次のブロックに入ってる、足元行きますか、これか、はいはい、これ停止線、停止線があって、はい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 、横断歩道、だ、施設寄りやね、施設ので、かな、でもその辺のちょっと下、左、ちょい左、もうちょい左、もうちょい左、ちょい上、ああ、もうええけどな、ここ行きましょう、ここやけどな、こんなずれるか、あっちなんや、ちょっと待ってくれよ、延長線上や、はぁ、無理なんかこれ、ゼロやろう、マジかよ、ゼロできへん、出へんよ、にゼロ出したいわ、いやでも出せんね、うん、さっきのあのもうナンバーパークスのあれチャンス問題ね、あれ1メートル、あれミスったナンバーパークス近辺で調べるやつあれもう一回やりたい、あれいけた、空変えます、空変える、うん、これ、わわわわわわ、マジでめっちゃおしゃれっぽい、何、職場か。